さあ、始まりました。アマチュアチャンネルです。さあ、今回はですね、いよいよ、まあ、待ち望んでた人もいると思うんですが、全国講師オーディションのお知らせです。まあ、全国というか、映像なんで、全世界ですけども、いよいよやりたいと思います。はい、まあ、今までね、英語講師オーディションっていうのをね、私やってまいりましてね、前回はね、一ノ瀬杏先生が優勝したんですけども、ね、その後ね、YouTube チャンネルも伸びましたし、で、いろんなとこからね、仕事のオファーが来たんですが、そしてね、なんといったって審査員もね、これだけ豪華な、ね、方々にやってもらいました。で、今回も英語講師オーディションはですね、同じような形でやっていきたいと思いますね。映像をこうね、またね、3分ぐらいのね、映像を出してもらって、その中で、僕や様々な講師がですね、選んで優秀だったその動画が、うちのチャンネルで流れるという感じになります。で、その中で決勝に行くね、人3人、ね、選ぶ。まあ前回甲乙つけがたしで4人になったんですけども、3人選んで、その3人はまあ超豪華審査員にね、審査してもらうっていう形になるんですが、まあその審査員ですね、ブッキングもしておりますので、今度発表することになると思います。まあ多分12月になると思いますので、それぞれのね講師に、前回やってくれた方々やその他の人たちへ私ブッキングしていきたいと思います。そして今回はそれとは別枠に別の教科の講師オーディションもやります。つまり教科の枠は一切ありません。英語講師オーディションは英語だったら何でもいいわけですよ。大学入試とか一切関係ないですから、もう様々なもうやつ何でも OK です。まあ、ただ英語という枠だけがあると、まあ、まず発音だろうとね、英会話だろうと何でもいいわけですけど、それに対してこの別枠の講師オーディションは、まあ、一応大学受験に絞ってはいますが、全教科です。はい、どの教科でも構いません。もう埋もれてて出たい、 YouTube チャンネル全然伸びないっていう方、どんどん応募していただきたいと思います。まあ詳細は12月に発表いたしますが、その時までですね、ぜひ皆様準備しておいてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。その12月に発表して、で応募集めて、まあ年末年始に出せたらいいなっていうふうに思うので、多分まあ準備したい方もいらっしゃると思いますので、ぜひ準備していただければなと思います。で、他教科に関してはこの戦いはやりません。特にそうではなく、あ、この人すごいなと思った人をもう出していくっていう感じになりますね。なんでまあ審査する人も様々な教科の人に声をかけることになってます。まあかなりね、大物たち見てくれるので、で何でもいいわけですよ。もちろん数学ね、あー、たくみさん見てくんないかな、かんたろさん見てくんないかな、そしてあとはね、予備校の長島先生にも見てもらおうかな。数学はね、現代文だったらね、ね、宋さんだったり、いろんなまた他の先生もいますから、私のチャンネルに出てくる。さらには社会、そして理科科目だってね、ありえるわけですから、一切ありませんので、現代社会だろうと構いません。日本史、世界史、全然構いません。はい、もう私のコネを使って全て見ていただきますので、全教科見ていただきますので、その中で、あ、この人素晴らしいと思ったら出します。